コフィニョ博士、エルネスト・コフィニョは、中米、グアテマラ出身の医師、研究者、大学教授であった。グアテマラにおける、小児科学研究のパイオニアであり、病院設立のほかに、母国のカリタス会長などを務め、多くの NGO や社会福祉事業で活躍した。2000年より、劣勢調査が開始された、オプスデーの信者である。フルネームは、エルネスト・コフィニョ・ビコ。 エルネスト・コフィニョは1899年6月5日にグアテマラシティで生まれた。学業を終えた後、1929年にパリ大学医学部で外科医として働き始めた。1933年にクレメンシア・サマヨア・アルビオと結婚し、5人の子供に恵まれた。尽きることのない奉仕の精神で職務を。 全うし、人々の心と体の健康を向上させることに、停心した。超自然的にも、人間的にも優れた感覚を持っていたエルネストは、生命の尊厳を守るために、様々な活動を促進し、自らも先頭に立って働いた。将来の母となる女性や路頭をまよう、子供たち、そして親のいない子供たちの福祉を向上させるために、社会問題の解決にも取り組んだ。 そのために様々な施設を設立し、また4年間にわたって国立級品位を指導した。エルネストはグアテマラにおける小児医学の開拓者であり、聖カルロス大学医学部の小児医学教授を務めまた、1945年グアテマラ小児医学士協会を設立した。1956年スーパーヌメラリとしてオプスデーへの所属を申請した。 この時から、祈りと犠牲、未来の三列と日々の生態配慮、毎週の許しの秘石を通して、神と向き合う生活を深めていった。聖母マリアへの信心を深め、ロザリオの祈りを積極的に広めた。また、教会の教えを深く学び、日々の研究活動に反映させていった。使徒職にも力を注ぎ、喜びと寛大な心を多くの人々に伝えていった。 彼自身、多くの犠牲を捧げながら、社会についての教会の教えを実践するために働き、また、多くの人々にも、経済的あるいは祈りによって、キリスト教的な社会を建設する事業に、協力していくように呼びかけた。様々な教育機関にも、積極的に協力し、農業従事者、労働者、女性たち、また、貧困者たちの育成に尽力した。 この隣人への奉仕の子は92歳まで継続した。25年間未亡人生活を送った。癌による長期の闘病生活を変わらない英雄的な態度で過ごした後、1991年10月17日にグアテマラにて死去した。エルネストの劣勢調査の開始及び委員の任命の宣言は2000年7月31日にグアテマラ市において発布され、教区における 調査の開始行事は、グアテマラ大司教プロスペロペナドスデルバリオによって行われた。2001年4月5日、証人たちの聴聞及び調査に必要なすべての書類が整えられ、教区における調査が終了した。2001年5月5日、教皇庁劣勢省に議事録が提出された。劣勢制岸事務所には、エルネストコヒニョの取り次ぎによる、 恵みの報告が中央アメリカ諸国をはじめ、メキシコ、米国、オーストラリア、フランス、スペイン、ポーランドから寄せられている。エルネストは以下の NGO や社会福祉事業で活躍した。ありがとうございます。